だが対処できずに1本取られてしまった君とキャー右側の答えが、こちらも、先方対象戦、先方が、親父のビーションと、対象が、最強様の小山まず画面で固めているのは親父のビーションさあ割り切って投げて、ここは入れっぱかりしたが、ここは入れっぱかりに当たってしまう。さあ、ここは割り切って進路なんでかこれ。さあ、親父の割り切りが噛み合わずジャムシャー当たるが、さあ、このチーム怖い。さあ、戻って、開き合ってしまう。さあ、コンボ出す。さあ、高ダメコンボ、完全さあ、合唱していたが投げ、ここは親父のアメプレイが始まる。一本取ったのは後ろビーション。ダウンロード。まだ。シコパン。クーダが良すぎて、カウンター分かっていたが、ちょっと足が突っ込んだ。さあ、小型を取って、前に出せ。これは見えない、見えない、見えない。あ、これで左側の答え終わりましたね。勝利したのは、四季さん、イルスさん、ハッサンのチーム、で、左側の答えが相変わらずで、ラウンド3ファイト。じゃあ左側の答えが開いたので、やっていきたいと思います。2回戦、シード、2代目総統 D さん、ブブさん、ピヨコさんのチームと、バージン、間違えた、すいません、デスワーズさん、ユキノスさん、ヨバさんのチーム、メルティ、メルベラガムライ、こっち左側ガムライで、お願いします。5台、勝利したのは、最強チマン。ラウンドファイト。あと、ジャンケンしました。ジャンケンしました。中継対象戦、まず押していたのは最強チマンだったが、ここはメガの 2B からフルコン刺さってしまう。さっさとご覧入れっぱロースに見るが、一つからに刺さってしまう。さあ、ここでキシマが押せ押せ、もう画面端、逃げる場所がない。さあ、様子見たところに、ここ開放合わせていくが、さあ、ジャンプイーム、キシーガード、画面端。さあ、ずっとキシマの体になっちまうのが、逃げられるか。ここは逃げて、さっきスパになってしまった。さあ、赤の目がかなり残ってるが、ゲージがない状況はこれは辛い。暴れて、さあ、ここは暴れ尽くし、ゲージを返すのは最強キシマ。さあ、この逃げの確認は漏れているが、さあ、もう一度、さあ、ジャンプカウンター、テイクダッシュジャンプいいからカウンターでちゃんと確認して拾って取ったのは最強キシマ。さあ、ここは大将としてたくさんので押したいところだ。さあ、出したんかい。バックステ狩りからちゃんと暴れ尽くし、ガッガッガイ、怖すぎる。ちょっとごまかしてあっかい、裏回って、これは殺しきったか。さあ、殺しきる、タイマート式炸裂。あ、これ大将、大将ラウンドはファイト。右側の答えが、まあ、また熱い状況になっている大将戦。さあ、島の赤いからサンドに見えていた。さあ、手元にしてサンドつなげる。待つところにカードを合わせているのは、
アルティメロ、エシカタウカ、さあ攻撃を仕掛けたが、エシカメジキ2300、放尿衝動、しかれ減ってる、しかれ減ってるからあ、ダウンチちゃんとゲージ返し下ろして、ちゃんとコパン確認している、高い下段に当たってしまうが、ダッシュコパンにちょっと当たってしまった。ここは1本取ったのは最強チマン、最強チマンが1本制止した状態が、ここはネルドを繰り返していくのが、しっかり確認して、さあお互いを見合わせてジャンピーカウンター、さあお互いダウンで済む、思い上がるな、さあこのチマンの逃げ目かなり怖い、高まって流れが、ここはちょっと落ち着けな、ゲージマックスにはならないが、ここで EX しか設置して、ジャンプを全部使い切る、よし、今噛み合って美味しい、ここは挟んでかく上回ってダウン、解放読み、お互い下段ダウンして、ここ確認するが、さあ体力的にはこれ、まあ、超生き島入れるんだが、この状況はさあ一回分かっていた、ダッシュコパン合わせてダメージを取っているのはアルティメロ、さあお互い体力がちょっとない状況だが、ビールカブトに抜けて高い方、ここは足りない、ダッシュが暴発して、美味しすぎる、勝利したのは最強島サンドで、さすが大将。